小学校時代、少年時代、子供、どんな子供でしたか、学校でとか。小、小学校ですか。はい。小学校時代は、まあ、その。不良とかじゃないですけど、まあ、なんか。うるさいやつっていうか、まあ、やんちゃな、たの、楽しいこと大好きみたいな、少年でしたね。中学校、高校とどうですか。中学校も、まあ、同じく、その、本当ちっちゃいコミュニティの中で。 りを見せてたんですけど、まあ、やっぱ改めてこうヒップホップ始めていろんな方と会うと全然怖い人いっぱいいて僕の神経な生きがりって「いやいやいや」みたいな「もうマジ通用しな」みたいなっていうのことになりましてもう高校からはもうほぼしゃべんないめっちゃ無口ないわゆる陰キャラみたいな今風な言い方で言うとなんか本当と。 静かな子になりましたね。だから小中はちょっとうるさい奴だったんですけど、高校は本当に卒業までで多分合計10人ぐらいしか学校を通しても喋ってないんじゃないかなぐらい、もう口開かない奴だったっすね。弁当とかも超一人で食ってたんで、すげえ静かな奴でしたね。